三輪そうめんの不支折面は手延べ面を作る際にできる副産物で棒で伸ばしてから吊るして乾燥するときに棒にかかっていた曲線部分を乾燥後に切り分けたもの。形状から曲がりと呼ばれたり、装期させるものの中からんざし、鉢などとも呼ばれる。手延べ面を吊るして干した後、直線部分を切り落とすと正規の商品である手延べ面となり、 残った部分が節面となる。よって材料は手のべ面と全く同じであるが幅があり曲がった部分はパスタのコンキリエに少し似たような立体をしている。全体としてはトングのような形である。大抵は手のべ面製造業者が自家消費したり知人に分けたりという形で消費され一般消費者の手に渡ることは比較的少ない。しかし、 手延べ製麺業が盛んな地域では袋に入れて販売している業者も存在し、スーパーマーケットなどで扱われている場合もあり、その地域では家庭で節麺を料理に使用していることもある。奈良県桜井市三林や岡山県浅口市、香川県の小戸島、徳島県鶴剣町半田では土産の一つとして販売されている。 小麦粉が材料のものがほとんどであるが、稀にそば粉に小麦粉を加えたそばのものもある。手延べ麺を作る時に出る節麺は、ジャス規格の角。手延べ麺とは太さが異なるので、手延べ麺として販売できない。太さがあるので茹でても塩分が残り、食感も違うので、本来の手延べ麺とは違う風味がある。鍋料理に入れて、煮込んだり、吸い物や味噌汁の具にするなどの使い方が多いが、 通常の手延べ麺と同様に麺つゆでも食される。ありがとうございます。